青学行ってみたいと思います。今日の朝礼全体像はこちら、空小10問題10問ですね。これは全部いきますので一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まず第一段落でございます。空小11番の選択肢こちらでございますからね、一読していただいた後検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢どれを選んでいただいてもユーズが元になってますよね。で、自動詞ですか、他動詞ですかと言われたら、もちろん意味は使ったよ、何よということですので、他動詞。で、皆さん、空詞の右側に目的語があるかなって見てみると、皆さん見ての通り、前置詞プラス名詞で M、つまり就職語になってますよね。ですから、空詞の右側には目的語はないと。で、皆さん、あとは思い出すだけでございますが、他動詞の後ろに目的語がなければ、受動態にすればよかったですね。ですから選択肢の1番と3番がまず×。あとは皆さん2番ですか4番ですかと言われたら、あとは皆さん時制の違いですよね。で、もちろんこの空詞を含んでいる文章中の左側、もしくはその次の文章を見ていただいてもよろしいかと思います。まあ、例えばこの experience、現在時制ですね。そして皆さんこちらも allows、現在時制。ですから現在時制で統一されておりますので、正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて皆さん、空小12番の検討をお願いします。すみません、これは空小の右側にざっとがあるので、選択肢あれしかないですよね。そうです。選択肢の2番のそうとざっとで、そうざっと構文ですね。ですから、これも一発で正解は2番ということでよろしいかと思います。すみません、第2段落でございます。まずは空小13番の検討をお願いします。まず空詞の右側にいきなり動詞の原型が来てますよね。ですから接続詞としての働きを持つ3番、4番。これを入れたければ、後ろ主語動詞の順番ですよね。ですが今回は主語がないので、まずは3番、4番、×。で、あと皆さん動詞を修飾するものとして、副詞の丸1番と丸2番。皆さんまだという意味で有名ですよね。で、まあどっちにしますかということですが、皆さん丸1番、いえ、とは文末で使用しましたよね。ですが今回は文中でございますので、2番のスティルが正解ということでよろしいかと思います。それでは続いて空小14番の検討をお願いします。それではこれは空小の右側の to which がヒントになってますよね。そうです、関係代名詞でございますので、この空欄14番のところが先行詞で、そこにかかっていくんですが、なぜか前置詞 to がついてるんですよね。で、もちろんその理由はこの空詞の先行詞との相性。その相性が to とぴったりな選択肢が一つだけありますよね。そうです。3番の extent。皆さん、程度とか度合いという意味でよろしいですが、皆さん、熟語で to some extent。ある程度は。みたいな熟語表現を聞いたことはある方多いかと思います。ですから、その熟語の知識を聞いているいい問題ですよね。ですから、正解は3番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて皆さん、空所15番の検討をお願いします。すみません、これは空所の右側のこのバットとジェネラリーからいけそうですよね。もちろんバットの前後は反対。で、皆さん、右側はジェネラリーということですから、一般論ですね。つまり、昨日も今日も明日も。そういう話とは反対の選択肢が見つかっているかと思います。で、そうすると皆さん選択肢の1番、at last。皆さん、ついに、結局ということで皆さん、結論を示す表現ですよね。で、皆さん、もしここに結論を入れて、このバットの右側となってくると、結論の反対ですから、原因。で、そうなるのかなと思って読んでみても、特に原因とか理由の話はないですよね。そして選択肢の2番、at least。皆さん、少なくともですよね。で、皆さん、少なくともと言われた、例えば、10人とか、1万とか、数字が来そうですよね。ですが、空詞の右側には数字の話がないので、2番もダメそうですね。そして選択肢の3番、on time ということですから、定刻通りに、ま、定刻通りに何か起こるのかなと思うんですが、特に行事のような話はないですね。となってくると、選択肢の4番、at times、時々という意味でございました。ですから、時々の反対は一般論。一般論の反対は時々。関係性バッチリでございますので、正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第3段落でございます。まずは、この空所16番の検討をお願いします。
皆さん、これは空所の右側に山がいますよね。ということは皆さん、この空所には比較級が入るはずでございます。ですから、比較級ではない丸1番と丸4番がまず削れますね。あと皆さん、丸3番、lesser。まあ、より劣ったという意味ですが、皆さん、これは山と併用しなくても使えますからね。つまり、単独で比較級として成立すると。一方、選択肢の2番は皆さん、more でございますので、後ろに残が必要ですよね。ですから、正解は2番ということでよろしいかと思います。それでは、続いて空所17番の検討をお願いします。まず、これは空所の右側に SV が繋がってますよね。ですから、前置詞としての丸1番と丸2番が×。もちろん、前置詞の後ろ SV 置けないですよね。一方、3番、4番、どっちにしますかということですが、意味内容上からいくと、まず空所の左側、essential、不可欠。皆さん、プラスの働き、前向きな話になってますよね。で、一方、皆さん、空所の右側は、コミュニケーションが失われる、マイナス、後ろ向きな発言ですよね。ですから、空所の前後は反対。で、その反対の意味内容を持つ選択肢と言われたら、もちろん4番の otherwise ですよね。さもなければ、そうでなければ、ということで、皆さん前後は反対。で、一方選択肢の3番、likewise。これは同様にということですから、前後は同じ。ただ皆さん、今回は前後は反対でございますので、正解は4番ということでよろしいかと思います。で、皆さん最終段落でございます。まずは空所18番の検討をお願いします。すみません、これ選択肢眺めていただけますと、感情を示す表現ですよね。まあ、現実空所の左側にも feel と書いております。で、そういう場合、皆さん、主語が感情を抱く人間なのか、もしくは感情の原因なのか判断すればよろしかったですね。で、もちろん今回は you ですから、感情を抱く人間。で、その人間を主語としている場合には、過去分詞にすればよろしかったですね。ですから、これは一発で正解は2番ということでよろしいかと思います。それでは続いて空所19番の検討をお願いします。で、皆さん、これは空所の右側にも数字が来ている段階で正解はあれですよね。そうです。丸一番、approximately。およそ、約ということでございますので、後ろの数字と相性バッチリ。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。で、皆さん、今度は空所20番の検討をお願いします。すみません、これは空所の右側、過去分詞しかいませんよね。ですが、その段階で2番と4番は×。みそ、これ2番、4番使いたければ、後ろに動詞が少なくとも必要ですよね。で、残った選択肢の1番、3番。みそ、これはどっちを入れていただいても副詞でございますので、空所の右側、形容詞をかけることができますよね。で、あとみそ、意味で考えていただいてもよろしいかと思いますが、exaggerate、誇張。となってくると、皆さん、選択肢の1番に、皆さん、somewhere、場所に関する表現は全くつながり見えませんよね。で、一方、選択肢の3番であれば、幾分ということでございますので、幾分誇張されているということで、意味内容バッチリ。ですから、正解は3番ということでよろしいかと思います。